アドレス新浦安店の坂本です。今日紹介する本はジェームズ P ホーガンの星を継ぐ者です。よろしくお願いします。そうですね、 SF とミステリーが融合した、まあ、極上のエンターテインメントっていう作品だと思います。そうですね、もう20年近く前、まあ、もう学生ではない時期なんですけど、友人に SF 小説で面白い本あるよってことで紹介していただいて勧められて読んだのがこの本 で、読んだ瞬間にもうどっぷりハマって一気に読んでしまったっていう感じですね。まあ、SF 小説なんですけど、 SF っていう枠にとらわれないようなそのミステリーの要素があったり、物語がいろいろ展開して、物語の展開そのものの面白さがあったりっていう、まあ、読んでいて楽しい小説であるってところが一番の魅力だと思います。5万年前の死体をめぐってどんどん物語が進行していって、謎が謎を呼ぶ展開に一気に引き込まれてハマった。ただ通常だと地球は5万年前宇宙に行ける技術は持ってないので、じゃあなぜ5万年前のしかも死体が月にあるのかっていうところから謎が始まる。そうですね、やっぱり冒頭のシーンなんですけれども、2人の宇宙飛行士っておぼしき人物があるところをさまよっている様子が描かれているんですけど、そこが一体どこなのかっていうところと、彼らが一体何者なのかっていうのがすごく気になる展開で、そこが一番印象に残っています。最初は月であるとは出てなくて、ただ2人の、宇宙飛行士が通信しながらどこかをさまよっているっていうところしかわからない。だから最初のところではそれがどこなのか、それが誰なのかっていうのはわからない。まずそのシーンを挟んでから、で月に死体がありましたっていう話になるんで、まあ、だからまあ察しがいい方は確かにそこはもう月で、この人たちは月にいた人なんだなってわかるんですけど、それが5万年前っていうところでギャップができるっていう感じですね。そうですね、まあもちろん一巻のやっぱり奇想天外な設定から始まる内容は面白いんですけど、それを受けて僕の中では特に破綻なく最後もいろいろな謎が全部解かれていくんですけど、それも非常に納得いくというか十分に楽しめたんで、最後まで読んでいただきたいなと思います。これ一冊だけでも全然満足できると思うんですけど、読むならぜひ最後まで読んでいただきたいですね、はい、一見すると現実的じゃない話をいろいろな設定だったり話だったり人物だったりっていうのが語られていく、でそれが自分の中で追体験できるっていう、まあ、物語としてですけど、まあ、あたかも現実のように体験できる、要は現実じゃ体験できない人は体験できるっていうところが一番好きなところですね。だから宇宙には行けないけど宇宙に行けたり、過去に行けたり時間旅行したりっていうのを体験できるので、そういった面白さだと思います。ジェームズ・P・ホーガンさんってすごい日本大好きな日本びいきな人で、今はちょっとなくなっちゃってるみたいなんですけど、日本語のホームページも持ってたぐらい、はい、日本ビーチな方で、はい、日本のファンも多くてっていう方なんで、それもちょっと触れておきたいかなっていうか、はい、まあ、夏への扉を書いてるハインラインさんとか、あとは小川一水さんで日本の作家さんも非常に好き、SF が大好きな方はもちろんなんですけれども、普段 SF を読まないような人にも面白い小説読んでみたいなと思っている方がいたら、ぜひ読んでほしいと思います。本だけじゃなくて文具や雑貨なども置いていて、いろんな商品を来店して見ていただけるというところが一番のセールスポイントだと思います。そうですね、今一番力入れているのは雑貨の商品なんですけど、まあ、特に今アトレさんの入り口の一番そばの部分でフェアのコーナーがありまして、そこに今面白い商品だったり気になる商品だったりっていうのを集めるようにしているので、ぜひそこを来て見ていただければ。次の方への質問です。毎日続けて食べてるものってありますか？あ、はい、一応毎日続けて食べてるのはヨーグルトと納豆と青汁を飲んでます。もう健康のためだけやってます。今年一番感動したことは何ですか？